ジョージ・バスク、ジョージ・バスクは、イギリス海軍の軍医、動物学者、古生物学者である。サンクトペテルブルクで、スウェーデン出身の祖父を持つ商人の家系に生まれた。ロンドンの聖トーマス病院と、セイバー・ソロミュー病院で医学を学んだ。1832年に、イギリス海軍の軍人のための病院である、グリニッジ病院の医師助手となった。海軍軍医として、軍艦。 HMS グランパスや HMS ドレッドノートや病院船に勤務した。1842年に学術雑誌マイクロスコピックルジャーナルに科学記事を執筆し始め、1855年に軍を退役し、動物学や古生物学の研究に専念した。学術式オータリージャーナルオブマイクロスコピックルサイエンスやナチュラルヒストリーレビューの編集員を務めた。 1856年からイングランド王立外科医師会の医学校の比較解剖学と生理学の教授に任じられ、1870年には校長となった。1850年に王立協会のフェローに選出され、ロンドン臨寝協会、ロンドン地質学会の会員でもあり、人類学研究所の会長も務めた。ロンドン地質学会から1885年に、ボラストンメダル、 1878年にライエルメダルを受賞し、1871年に王立協会のロイヤルメダルを受賞した。動物学の分野では外行動物などの権威であり、古生物学の分野では脊椎動物の化石を研究した。ありがとうございます。